勝はさらにスペシャルルールで先にビート2曲聴いてから先攻後攻のじゃんけんしましょうか。それではパス、準備ができたら1曲目から聴かせてください。曲名聞かせてください。あー欲しい、どちらもない DJ。 この2曲を踏まえた上でまずは先攻後攻じゃんけんお願いします。立ち位置で変わってください。それでは先行の GCI にビートと尺の選択権があります。 OK、 半身で4本でビートは2本目。それでは泣いても笑ってもこのバトルで今年の徳島の看板が決まります。準備はいいですか？ yeah, yeah. 準備はいいですか？後ろの方もいけますか？いっちゃってください、yeah. それでは参りましょう。決勝戦、先攻 GCI、後攻チル ER、ビートは2本目、8小節の4本勝負、最後は全員の力を貸してください。それでは参りましょう。DJ パス、レディー?OK、今のは練習で練習あるのみです。人生はもう一回行きましょう。それでは決勝戦、8小節4本、DJ パス、レディー。あれから何年が経った、今ではマイク握ってラッパー、止めれないよやめられん、やっぱでも UMB 始める準備はいいか。決勝だぜキング、君に来てるから熱量全員上げてけ。チラと対面、俺に対して何言うかが楽しみだぜ。何言うかが楽しみだぜって気にしてる時点でお前は俺にビビってる。目と目合わせちゃ一瞬でわかる、やっぱりお前もアートに落とし込むことができてない。一瞬一瞬大事にしときな、このビーツ。あー知らざいって聞かせやしょうか。まず一昨年俺に負けたんやから先行取れよ、言うことはないけどこれ決勝なら Do or die だろ、誰相手でも躊躇はなし、俺は突き進むだけさ、そんな感じで Do or die、 誰相手でも俺は躊躇はないぜ。先行後攻気にせず、俺は一日ライブの後でもリリックを書いてるからは大丈夫、これがアートの落とし方。お前の頭の中ではわからん言葉バーとかが順応交差しているだけ、渋滞してる交差点に俺は興味がねえ。さっきの調子はどこ行った、俺相手ひよってんのお前やれよ。こんな感じでぶちかますだけの話、全員首くらすダサいことは言わない。お前のアートって何か俺は全然わからない。お前がハイエイトチラ HIP ヒップホップを体現をしな。ハイエイトなんてとっくの昔に捨てて CHILLER、yeah、チェック不足なんじゃなんじゃない、 GCI わかってる。ストリートの日常に落とし込むそのマナコーのセンスがなさすぎるから、お前はただのビッチマドファッカー。何がストリート、笑かすなってメッキはすぐに剥がれるから、今だけやれそれ言えんの、今年俺に負けて悔やんどけ。 Hey yo、 これは決勝、こんなもん俺ならどこまで何小節でも蹴れる。俺と当たった後悔しとけ、決勝チラは後悔しとけ。後悔処刑よりお前を追う、ダボ K でスケートの中にいたなって、お前の俺のループにハマって、お前は Do or die、 どうやるのかマイクを使う、それで十分かもしれない。お前に負けても俺はストリート鎮座する、これがチャンピオンリアルのシェア。2人ともめっちゃラップかっこよかったっすけど、もったいないけど今年徳島の代表になれるのは2人のうち1人なんで、皆さんの意見を聞かせてください。先攻 GCI、 後攻チル ER、 一応もう一回最後手をストップ気味で見させてください。先攻 GCI、 後攻チル ER、 手の数がやや後攻チル ER。 それでは先生方、最後のジャッジになるかもしれません。
先攻が青、後攻が赤、よろしくお願いします。ジャッジ、赤、青、青、青、赤、3対2、延長戦でございます。ですね、徹底的にやり合っていただきましょう。それでは決勝戦も準決同様、今度は先攻のチル ER に選択権があります。バッサンいけますか、一発で引かせてください。続いて2曲目聴かせてください。どちらもナイス DJ、 選べないが選んでください。2本目で16人で OK。 それでは参りましょう、決勝の延長戦です。入れ替わって先攻がチル ER、 後攻が GCI。 ビートは2本目、16小節の日本勝負、もう一回全員のバイブスください。それでは参りましょう、 DJ パスレディー。俺のメッキは剥がれねえ、俺がメッキを剥がすのはスプレーのアートだって。Yeah、 これがノンセンストリートビーツに耳を傾けて、また俺の音楽やりたいことをやる。メッキを気にしてる時点でサブマリンは沈没だせ、金魚の糞。 Yeah、 深海魚のようにビート泳ぎな、この意味わからんならば客もお前もレベルが低いわ。Yeah、 サブマリンの掲げたモンシャー、俺のメッキよりお前のつけてるジャックのメッキの方が上がれる。今日決勝なのに眠たい、ラップ勝してるなら帰っていいよ。16選んでだれてるラップじゃ俺の首も頭もくれないよ。上げる会場、上がる体温、全員手上げろよ、まずセッション、全員手上げろよセッション。桜なんて関係なくぶちかますだけ、16俺に注目、俺はフリースタイル中毒、何小節だって蹴れるぜ、お前の囲いが手上げても関係なしだぜ。はい、ウロムサビマリン、俺は危ない、あわ集まった危ないメンバー、シャブ大開始ではないが革命戦や始まったまんま。俺の仲間はただの囲いじゃねえんだ、囲いの向こうにいた仲間やリメンバー、覚えてる、これが俺の美学、磨きながら言葉お前自身に突き刺す。リリック俺は書いて、一日一日を大事に生きてる。 Easy Easy DCI、 俺に調子悪いとか言っときながら、お前は眼光を尖らすだけ、ジーク曰くラップそれで上手くならへんで。You know what I'm saying? 仲間の数、言葉の数、それが全て比例する、俺のこれがやり方、 Don't step。 お前のヘッズがこんだけいるのは確かにリアル、それは認める、でもそんなバースじゃ桜に見えるって俺は言ってんだ、わかってる。よう、かましてたら仲間とか身内とか関係なく全員ぶち上がる。お前の言ってること眠てえから、本戦決勝まで俺は上がる。四国で本戦取れんの俺だけ本物プレイヤー、ヘイター関係なく首振らしてレイバック、レイダース関係ないの街に繰り出す。よう、首狩るでもリリカル、まだら切り裂く刀、まだまだ16日本、俺がぶち上げるぜ会場、まずビート上ライドン。やばいバトルでしたね、だからこそ一発目から全力の出所はよろしくお願いします。先攻チル ER、 後攻 GCI、 今度はやや後攻 GCI。 それでは参りましょう、先生方魂のジャッジでよろしくお願いします。ジャッジ、赤、赤、赤、青、赤、4対1勝者後攻 GCIUMB2023 徳島予選チャンピオン GCI ウィニングラップ
レッツゴー。あれから何年か経ったよ、あれから何年か経った、マイク握って何年か経った、俺は初めてマイク握った17-2019UMB 決勝 T ストン君に負けて、今ここで俺はチャンプキングになってる。誰相手しない容赦なんか、俺は今日したぜ王座奪還。まず手あげろ全員、まずは手あげろよ全員、俺が全員の気持ちを背負って本戦行くから任しとけって。どんなレッテル関係ないよ、ローカルでも関係ない、ぶちかますだけ、hey、本戦どうこう、エビスリキッドルーム、誰がかます、俺しかいない、それしか言うことはないけど、何回も言うけど、まあ do or die、 ヘンザーヘイターペイヤー、ジェイクビフラス、俺のやり方よ、このビートはとくんもいるしなよ、今日ぶち上げる徳島、笑う、間違いなく年末エビスリキッドルームでぶちかましてくれると思います。それではもう一回地方に来ていただいて、それでは改めて UMB2023 徳島予選チャンピオン GCI、 大きな拍手を。